皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのママです。暗闇から失礼いたします。今日はていうか今週ね、ちょうど1週間後にはやの誕生日、12歳の誕生日が来ます。ここ最近ママがずっと言い続けてることがあります。もう部屋の中がとてつもなく汚い。休みのたび、学校が終わった後、家帰ってきてからずっと片付けなさい片付けなさいって言ってるんですけど、それを無視してゲームをやっています。ということで、1週間はやの部屋がどう変わっていくかっていうのをモニタリングしていきたいと思います。この週は口酸っぱく早く片付けなさい、綺麗にしなさいって言い続けたいと思います。まあね、言ったところで変わんないと思うんですけど、本人の意識がどれだけ変わるか見ていきたいと思います。はい、じゃあ開けてみたいと思います。3、2、1、オープン。やばいな、やばい、なんか散らかってます、散らかってます。ハンカチも机の上も汚いです。はい、漫画本と、はい、休みなのに窓を一切開けません。ねえ、一番のね問題はね、ここなんですよ。ここもうなんかね、間からねチラチラ見てるんですけど、いくよ、いくよ、せーの、おいで、あ、あ、いった、こんなコントのようなこと起きます？この段ボール足が痛い。なんか段ボール工作をたまにやってるらしくって、こうね箱入れるんですよ。もう一回して、ちょっとここら辺も綺麗にしてくれることを祈りつつ言っていきたいと思います。汚い、もうマジ汚い。でもさ、この下もさ、そのままし見て、タンスもはーきやすさ、片付けていってもらえるように言いたいと思います。おはようございます。おはようございます。日曜日です。はや、部屋片付けました？しないよ。テレビ見る前に片付けようって言ったの？ああ、汚いもう。後で後悔するよ。なんで？後で後悔するよ。いい？あー、もう大体そうついたよ。なんかネタにするんでしょ？もうネタですね。取り取ってますから。片付けてくるの？別にそのままでもいいけど、後で後悔しないでね。片付けてくる。あ、本当？じゃあ片付け終わったら見に行きますわ。やだ、もうなんだよ。部屋いらんの？あなたいるよ。いるよな、自分の部屋で片付けてきてな。最低限できることがあればいいやん。昨日大変なことになったのよ、あなたの部屋。何？知らぬが仏って感じだよな。何まだ気になるんだマジで。早く片付けてくださいね。何？じゃあバイバーイ。何はい、2日目です。全く変わっておりません。せめてゴミ箱捨てるとかさ、あれ置くとかさ。まだご健在のようです。はい、3日目にあります。せーの、じゃん。ほとんど変わってない気がする。あ、片付いたような、片付いてないような。はい、じゃあまた明日。おはようございます。さあ、金曜日になりました。平日はあまり片付けろとは基本言わないんですけど、今日なんか朝からガタガタしてたので変化があると思いたい。じゃあ開けてみます。3、2、1。おおおおおおお、机の上が綺麗になってる。お、すごい。おおお、わかるわかる、綺麗になってる。でもなんてか知らんけど、あれ、収上限やりっぱなしで、あ、ゴミ箱も空になってるわ。
これなりに片付けたっぽいですね。なんか汚いけどまだ。さあ週末はここら辺のゴミを片付けてもらおうかな。じゃあバイバーイ。おはようございます。おはようございます。新しいゲーム中ですか？はい。ネジャスまでやってる。これ硬すぎる。あのすいません。そんな姿勢でやっていいって言いましたっけ？うん。明日は何の日ですか？僕の誕生日。はい、そうです。お部屋片付けました？まあ半分半分。あなたにいいことと悪いことがある、あります。はい。どちらから聞きたいですか？悪いこと。悪いことですか？実はあなた部屋を掃除しないとプレゼントがもらえないんです。なんでよ、あれで十分綺麗やろ。部屋を片付けないとプレゼントがもらえないんです。ちょ、あれじゃん、十分でいいやん。俺もあれでいいんだけど、あれじゃ綺麗。ダメです。ねえ、お願い。あのすごいゴミが散らかってて綺麗にしてほしいです。もう一個いいこと聞きたいですか？うん、いいことは部屋を片付けるとプレゼントがもらえます。あれ？じゃあ今日もらえるってこと？うん、明日です。ちょっと。なんとあなたの部屋の中に数日前からプレゼント交換券が隠してあったんですよ。それがないとあなたにはプレゼントを渡すことができません。ちょっとママ散々言ったよね。後で後悔するよ。後で後悔。もしかしたら捨てるかもしれん。捨てたかもしれん。まずい。それは早く部屋をピカピカに片付けて探してください。捨てたらもうピカピカした意味ないやん。で、お腹かけちゃうの。あー、ちょっとあの掃除しながら探してください。俺あれでもいいんだけど、プレゼント交換券がないとプレゼントないんで。プレゼント交換券ってプレゼントでもないやん。交換そうですね。そのプレゼントどうしましょうね。ほらダメです。はい、じゃあ掃除いきましょう。はい、レッツゴー。はい、はい、電気つけてください。はい、前これどっちの。はい、部屋が汚いです。まず窓を開けましょう。カーテンも開けましょう。歯ブラシむき出しです。今回はなんとママもお手伝いします。手伝うの片付けなかで、とりあえずあの僕が曜日のあたりには木曜日にできる範囲をでも綺麗にしたから、そこには見つからんかったってことは、そこ以外にもあるかもしれない。ちょっと待って、それ何？気にしないじゃないって。もう小汚いの一回洗ったら洗えるやな。なんかぬつぬつしてる。いるよね、あの昔ちっちゃい頃からさ、捨てられないの汚いあのものでも。次これベッドの下のゴミ、これパジャマもそうやし。あ、何？まあ、ここはもう制作なんで、もう見なかったことにしておきましょう。お前何本あり？ちょっと待って。ハヤの部屋にある点鼻薬の数がおかしい件について。ごめんやった、絶対の時が届かなくてゴミだった。うん、あ、あった。ようやく発見した。おお、はい、プレゼント交換券ゲット。それ明日までね、丁寧に届かんとね、交換してもらえへんでね。あの、僕行っていい？うん、あのね、僕ね、当日中にこの裏フィルターで聞いたよ。いやー、だからそこら辺しっかり見とれば見えるかなと思って。いや、分からないって。はい、あ、掃除機の逆襲だった。はい、でゴミ箱のゴミ捨ててね。うん、掃除機も、はい、これだけ頑張って掃除をしたハヤですが、さあさてプレゼントは何をもらえるのでしょう。イエーイ、よかったね、はい、これが多分一番大きいプレゼントの交換券だったから。え、別に中あるってこと？別にママからもあるんです。パパからのプレゼントの交換券でした。じゃあ、このモアの別にこうプレス交換券があるんですか？あ、ないです、ないです、ママは。よかった、一番まともでよかった。はい、じゃあまた、はい、この続きは誕生日動画のプレゼント。
バイバーイ。バイバーイ。あ、ごめん。私のじゃない、兄ちゃん。まさ見て。あ、キス。こんなにファッションが知っとるよ。だって私聞いたもん。はい、事前に言ってました。言い上げないって聞いた。言い上げない。最高やろ、ネタとして。はぁ、綺麗になった。まぁ、あ、ちょっとマシになったかな。ちょっとでもまぁ、あ。ちょっとマシになったかな。先で続きよった。早く。もう邪魔やな。